医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、河村信也です。1日例えば200人以上患者さんが来るような医院で院長先生がですねたくさん診療して孤軍奮闘して200人見る、これはですね探せばたくさんあるかなと思うんですけれども、非常勤の先生でもしかも時間予約である程度診療時間の中でできるということが条件について、それを達成されるということであれば結構見どころがあるんじゃないかなというふうに思います。でそれを実践していらっしゃるクリニックがですね千葉県にあります奏の森耳鼻咽喉科千葉いびき無呼吸クリニックさんというところでして、こちらですね予約システムでご存知の方多いかなと思うんですけれども、ドクターキューブさんにそういう工夫をうまくやってるクリニックさんないと聞いたところですね、ご紹介していただいたという縁でご案内をいたします。というのもですね200人以上を非常勤の先生方もしかもほとんどが時間予約でという条件が整うと、予約枠をどのように取っているかという点ですとか、それから院内の動線をどうしているか、それから非常勤のドクターでもスピードを落とさないような工夫っていうのはどういうところにあるのか、それからスタッフさんがですね、どう動いているかなど、いろんな組み合わせの妙みたいなのもあるかなと思うんですけれども、そこをですね院長先生のインタビューと院内ラウンドで紐解いていきます。最後にですね私がその工夫点、ここが良かった、あとはですねこういう風な形で院内図を見ながらですねこの動線がいいみたいなところも含めて最後にですね私がまとめますので、ぜひですね最後までご覧いただければという風に思います。まずはですねインタビューの方からお聞きいただければと思います。それではどうぞ。私ですね今千葉県にあります奏の森耳鼻咽喉科クリニックにお邪魔をしておりまして、お隣にいらっしゃるのが山本先生になります。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、この委員がどういう委員かをご案内していただいてよろしいですか。はい、はい、今2013年会員で、はい、まあ、耳鼻咽喉科なんですけれども、クリニック名にある通り千葉いびき無呼吸クリニックって後ろについてるんですけれども、うん、はい、睡眠時無呼吸症候群の治療を、まあ、僕は専門としておりますので、はい、その患者様方を中心に見てるのと、あとはアレルギー性鼻炎の舌下免疫療法の治療も非常に注力しておりまして、耳鼻科なんですが睡眠時無呼吸の CPAP 療法、まあ、舌下免疫療法両方の患者さんが非常に多い病院ではあると思います。割合でいうと一般耳鼻科的なところと先生の専門領域だとどれくらいの割合で患者さんいらっしゃってるような感じなんですかね。はい、睡眠時無呼吸の CPAP の患者様と舌下免疫療法の患者様は、まあ、ずっと右肩上がりで上がってますので、はい、どんどんその割合が増えてまして、今本当にその2つの割合は7割ぐらい。そんなにいらっしゃるんですね。そうですね。なるほど。しかもここは津田沼戸駅の南側にあるんですけれども、北口の方にも部員があられるんですよね。はい、はい、2023年の10月に部員を開院しまして、本院の方がもうパンクしている状態でしたので、はい、北口の方に患者様ができればこう分散していただいて、患者様のね対応できればいいなと思って作りました。はい、まあ、まずちょっとどんな委員かっていうのを今触れていただいたので、中がどんな感じになってるかっていうのもちょっと合わせてご覧いただこうと思うので、院内ラウンドの方まず見ていただいて、インタビューの続きを見ていただければと思います。院内ラウンドどうぞ。はい、それでは早速ですね先生に院内をご案内していただくんですけれども、はい、最初入っていただいたら、はい、なんか風除室みたいなところがあって、あ、ベビーカー置き場ってなってますね。そうですね。はい、で中に入ってこのような形で受付待ち合いなんですけど、通常これどのくらい待ってらっしゃるイメージですか。そうですね、土曜日が一番混雑するんですけど、はい、土曜日はもう満席でちょっと何人かもう立つぐらいの時もあります、ね、そうなんですね。平日だとまあ半分ぐらいですかね、はい、あとは時間にもよりますけれども、5分の2から半分ぐらいですかね。なるほど。待ってるのが患者さん入ってきたらまず受付ということで、はい、そうですね、ここで受付していただいて、はい、ここで受付なんですけれども、はい、ところどころに例えばこういう小さいモニターで何番っていうものがあったり、はい、多分これもそうですよね、はい、後ろ向いてますけれども、ね、はい、ドクターキューブの番号表示ですね、はい、これなくても受付のパソコンで見られるのかなと思うんですけど、はい、あえてつけてる理由ってあられるんですか。ああ、そうですね、まあ、現状これとこれがもうミラーになってるような感じなので、はい、まあ、患者さんにどういう状態で今表示されているかっていうのはちょっと、まあ、分かるのはスタッフ側からしても患者さんの状態を把握するためにいいかなと思って置いてますかね、うんうん、はい、ちょっと進みますと、はい、こっちにも
大きなモニターがあって、あ、そうですね、分割してるような感じですけれども、はいはい、どういう役割それぞれの画面であるんですかね。はい、そうですね、こっちはもうパワーポイントを表示してまして、はい、でこれはまあテレビ で、はい、でこれはドクターキューブさんの番号表示で、これ全部ドクターキューブさんにやってもらってるんですけれども、この空いたスペースでちょっと重要な文言を流してるような、はい、そんな感じですね。なるほど。やっぱりこう1個よりいくつか欲しいなっていうのは、これは先生のリクエストだったんですかね。まあ、モニターをいくつか置くっていうのもありかもしれないんですけれども、はい、まあ、なんか僕の中でこういうイメージがあって、まあ、キューブさんもやってくださったので、はい、1つでやるとスマートでいいかなと思いまして。これ会員当初からこういうスタイルでいらっしゃるんですか。そうですね、会員当初から作った感じですね。はい、ちょっとこのまま進みますけれども、はいはい、奥はこれなんですか、キッズスペースのような。そうですね、もともとここキッズスペースだったんですけれども、はい、コロナ以降はもう隔離スペースに変わって、あ、なるほど、キッズスペースは犠牲になっちゃった感じですね。はい、その前がこう問診室ということなんですけれども、はいはい、 でもちゃんとチェアもある感じなんですけど、はい、ここは何用のお部屋になるんですかね。これはですね、コロナ前までは土曜日がこう三診稼働してましたので、はい、三診体制でやってたんですけれども、コロナになってからもう三診が維持できなくて、はい、まあ、それ以降はもう隔離室に変わって、はい、なるほど。で今また徐々に土曜日が三診に戻りつつあるんですけれども、もともとは問診室として作ったんですけれども、はい、まあ、問診室としてはあまり結局使ってなくて、診察室か、まあ、隔離室みたいな使い方ですね。じゃあ場合によっては発熱してる人はここで見るみたいな雰囲気で使われてるということなんですかね。平日の発熱外来はここを患者さんの診察スペースになってます、ね、なるほど。じゃあちょっと患者さん動線で案内していただこうと思うんですけれども、はいはい、これ先生自動生産機ですよね。はい、そうです。これ2台ありますけど、いつからこれ入れた感じですか。今会員して12年目ぐらいなんですけど、5年目ぐらいで入れてたと思いますけ ど、はい、最初から2つなんですか。最初1つだけだったんですけど、はい、すごく使い勝手が良かったので、うんうん、もう2つに増やしても全然いいということになって、はいはい、2つにしましたね。そうするとコロナで結構こういう自動系の会計入れるとこ増えましたけど、それより前にも入れてたっていうことなんですかね。そうです、確か1台はもう、そうです、ありましたね、はい、でコロナと関係なくこれはやっぱりもう非常にスタッフさんの負担減につながってたので2台にしましたね、はい、なるほど。ちゃんと隣同士なんだけど横の画面が見れないようにちゃんとカバーはしてあるような感じで、カード決済とかもちゃんとできるようになってるっていう感じですけども、キャッシュレスの方って結構多いですか。そうですね、クレジットカード使いたいっていうニーズがすごくありましたので、うん、少し手数料とかかかっちゃうんですけれども入れた方がいいかなと思いました。なるほど。ちょっと私気になったのは入り口の奥にある、はい、これですけど、あ、これ何ですかね、はい、当院予約システムは一応そのスマホからやってもらうんですけれども、はい、年配の方でどうしてもスマホ操作ができない方に関しては、はい、ご自身でこのタッチパネルで予約してもらうっていう感じですね。診察券をこう読み取ったらいつみたいなのがここにちゃんと出てくるような形なんですね。そうですね、最初だけスタッフが患者さんにご説明して、はい、あと極力スタッフの手を返さないで、うんうん、ご年配の方々も予約を取ってほしいということで何回かはご説明させていただいて、はいはい、スマホがなくてもご自身で時間の予約をスタッフを返さずに予約を取ってもらいたいっていう感じで置いてますね、はい、そうするとじゃあ先生のところはほぼ予約の患者さんがほとんどみたいな感じなんですか。基本完全予約制で、なるほど、で当日 の順番予約などもあるんですけれども、はい、どのくらいされると、まあ、基本的にも待ちますよっていう感じにしてまして、はい、予約優先でやってますね。なるほど、はい、ちょっと中の方にも、はいはい、ご案内いただくような形で、はい、で、まあ、受付で呼ばれたら中待ち合いで待ってもらうような感じですね。呼ばれて、はい、呼ばれてここから行くような感じですか。そうですね、はい、こちらが診察室になりますので、はい、またマイクでここで呼び出して、はい、診察室2つあるんですけれども、まあ、1番はこっちで、なるほど、こっちに入っていって、はい、で2番がまあそちらですけれども、そうですね、先生モニターの数がもう結構たくさんありますけれども、そうですね、これ最初からやっぱりたくさん入れた感じですかね。そうですね、耳鼻科って特になかなか見えないところを扱う科だと思いますので、はい、ここで写真を写したりとか、なるほど、まあ、パワーポイントを使って患者さんに説明するのが、はい、まあ、非常に患者さんの理解も上がったりとか、はい、まあ、患者さんの受けも良くなるかなと思いまして、うんうんうん、ここは最初からありましたね。なるほど。で、はい、このモニターは何用ですかね。これは、ファイバーとか、まあ、構成鏡で見る中みたいなんですけど、はいはいはい、これがまあドクターが基本的に見るようなもので、はいはい、まあ、こっちとかこっちのモニターにも、まあ、ミラーで、本当はこっちにも大きいのがある、こっちは患者さんが見てもらうようですね、はい
はい、こちらはドクターが見るようですね、はい、でお隣モニター上下ありますけど、これはクラークさんですか？そうです、ここはあの秘書の席で、はい、ここが基本的にミラーになってて、はい、こっちとこっちがミラーですね。なるほど。スタッフが画面の操作をして、はい、まあ、医師の画面操作を手伝ってくれるみたいな感じですね。これ2台のパソコンを1つの画面で見るような感じで、はいはい、1台はこっちのパソコンのミラーなんですけれども、はい、まあ、こちらの画面に関しては、まあ、ここの単独のパソコンで、なのであの違うパソコンで違う患者さんのカルテ操作をしたりとか、はい、まあ、診療中にこう切り替えて、なるほど、はい、まあ、2つのカルテを扱うような感じ、はい、ことができる。裏側もまたモニターがありますけれども、はい、ここは何する用のところですかね？ここはですね、診療終わった後の会計にカルテを投げるまでの処理ですかね、はいはいはい、もう会計に行く時点ではお会計するだけの状態にしておいて、ここであの、まあ、診療の項目のチェックとか最終的な保険点数の確認とかをここで行って、はい、そのカルテを会計の方に持っていくっていう感じですね、はい、ここにもしっかりと順番表示が あって、はい、まあ、ここでちょっと予約の進行状況を見ながら、今2診でやってますけれども、うんうんうん、患者さんの振り分けをしたりとか、あとは余裕があったら枠を広げたりとか、はい、コントロールセンターみたいな形ですよね。そうですね、はい、まあ、それぞれが結構全体見ながらはやってるんですけれども、はいはい、まあ、この役割は会計処理をして会計に持っていくのと、受付の裏の方でも一応予約の状態は見てるんですけれども、一応ここでもあった方がまあ便利だったり、あとは基本的に患者さんに予約取ってもらうんですけれども、はい、まあ、どうしても必要な場合に直接この画面を見ながら患者さんにあの空き状況を書く、あのお伝えするということもありますので、それでここにもあるって感じですね。なるほど。じゃあそうするとここにいる人結構重要な役割を担ってますね。まあそうですね、まあ、ここはそういう役割で結構、はい、いろんなところがそれなりに重要だったりもするんですけど、まあ、この役割はそういういくつか仕事がありますね。なるほど。一審と二審はまあ同じような形で左右対称になってると思っていいですかね？ああ、そうですそうです、はい、もう左右対称ですね。向こうには処置室のような、はい、そうですね、形ですかね、はい、まあ、患者さんの出口がこっちなのと、はい、あとはこっちは看護師が、まあ、採血を行ったりとか、はい、点滴を行ったりとか、はい、あとまあ検査ですかね、はいはい、まあ、そのあたりのスペースになってますね、はい、こんな感じなんですね、うん、はい、はい、はい、でちょっと裏に、はい、行っていただくんですが、はい、ここ先ほどの隔離室と、ね、はい、この部屋が、はい、多分他のクリニックにあんまりないようなところかなと思うんですけど、うんうん、この部屋は何部屋になるんですかね？はい、ここはまあカルテ準備がメインですかね、はい、まあ、電話対応とかもあるんですけれども、はい、受付で患者さんが受診した後に、カルテをまあ整えて診察室の方に回すっていうまあ役割ですかね、ここには常時どれくらいスタッフさんいらっしゃるんですか？はい、3、4人は。で、3、4人もいらっしゃるんですね。そうですね。結構ここがやっぱり忙しくて、はい、診察の時に時間がかからないように、なるほど、いろいろ準備して回すようにしてますね。そうか。はい、さっき先生が、あのコントロールセンターも重要もみたいなお話ししたのは、はい、やっぱここも重要だっていうことなんですね。そうですね。ここはそうですね、まあ、改装してちょっと広げたりしたんですけども、はい、最初はこの3分の2ぐらいだったんですけど、広げた感じになるんですね。そうですね、はい、隔離室がまあ最初2つあったんですけども、はい、ここにもう1つあったんですよ。なるほど、はい、はい、でコロナがまあちょっと収束に伴って、はい、こちらの必要性よりも当院としてはここの必要性の方が高かったので、隔離室を1つ潰してここのエリアを拡大したっていう感じですね。なるほど、はい、拡大したのはいつになるんですか？それはもう最近で、この間のゴールデンウィークなので、まあ、3ヶ月ぐらい前ですかね。じゃあ結構出来たてほやほやの部屋なんですね。そうですね、その前まではもうちょっと狭くて3分の2ぐらいで同じ人数でやってた。すごいな、なんかそれを考えると全然広くなって快適になったっていうか。そうですね、はい、はい、この快適性はだいぶ上がりましたね。パソコン先生いっぱいありますのが、はい、この半分くらいの部屋にあってたってことなんですもんね。そう、まあ、多少は増えてますけれども、はい、まあ、本当にそうですね、これをちょっとぎゅうぎゅう詰めにしてやってたような。なるほど。これちなみに広くなるとやっぱり生産性も上がるようなイメージありますか？簡単に言うとちょっと深いと言いますか、結構もう人がすごい密集してたのでちょっとまあしんどそうな、やりにくそうな感じがありました、ね、はいはい、でこんだけやっぱり広いと開放感もありますし、うんうん、精神的にもゆったり仕事できるようになったんじゃないかなと思います。なるほど、まあ、スタッフにも好評ですよね。はい、そのアンドロイドなのか端末があったりとか、はいはい、これは何用でお使い？こ
これはですね、してるんですかね、はい、タブレットですよね、はい、睡眠時無呼吸の簡易モニターの会員さんの説明を動画でやってるんですよね、はいはい、でその動画を編集して患者さんのに見せるための、まあ、タブレットであったり、なるほど、あとは動画作成のスタッフなどもいますので、まあ、iPad を使って動画編集したりとか、はい、まあ、いくつかあの仕事の分担で委員会っていうのがありますので、はい、まあ、委員会ごとにパソコンを持ってて、ここでちょっとできない仕事を、なるほど、まあ、やるような感じにしてますね、はい、でちょっと机の上も拝見したんですけど、はい、インカムが置いてあるということは、はい、先生のところインカムでいろいろやり取りをしている感じですかね。そうですね、これスタッフのインカムですけれども、はい、まあ、僕はつけてないんですけれども、はい、まあ、スタッフみんなつけて適時やり取りしてますね。なるほど。いつからこれ入れた感じですか。だいぶ前ですかね、会員して、まあ、3年目ぐらいには入れたんじゃないかなと思いますね、うん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 、なるほど。あるのとないのとでは当時違ったなっていう感じだったですかね。そうですね、もう使うまではちょっと良さが分からなかったんですけど、うん、使ってみると、はい、まあ、やっぱりあった方がすごくいいっていうことが分かりまして、はい、それからずっと使ってますね、はいはい、今院内ラウンドを見せていただいたんですけれども、今患者さんって1日平均的だとどれくらいいらっしゃってるような感じになるんですかね、はい、平日だと150から200人ぐらいの間かと思いますね、はい、土曜日はもっとじゃあいらっしゃるような感じなんですか。土曜日はですね、あの時間が短いので、そうかそうか、はい、4時間なので、な、はい、そこまで行ってないですが130人とか。4時間で130人、はい、来てらっしゃるという、まあ、はい、まあ2審でやってて3審でやる日も今少しあるんですけれども。なるほどなるほど。じゃあ基本はこちらの本院って申し上げたらいいんでしょうかが、2審が基本でたまに3審という感じで今回されてるということなんですね。そうですね、平日は今木曜日金曜日がちょっと1審にまたなってしまってるんですけど、土曜日は今2審から3審に今ちょっとずつ移行してるような感じですね、はい、なるほど。しかもまあ分院もあられるということは、先生が診療してない日っていうのも当然ある感じなんですよね。はい、私は今本院の方で月水土やってまして、はい、分院で金曜日午後やってる感じですね、はい、そうするとまあ先生以外の日に、まあ、例えばそれこそ2審で200人みたいなのを結構さばいていくというか見ていかなきゃいけないわけですけれども、ちょっとどういう秘密があるかっていうのに迫っていこうかなと思うんですけれども、はい、まず改めてお伺いするんですけど、こちらはまあ基本的には予約制だというところでよろしかったですか。はい、予約の枠っていうのはどんな感じで作られてるんでしょうか。もう非常に複雑でして、うん、はいはい、例えばその CPAP の最新の枠があったりとか、はい、舌下免疫の最新の枠があったりとか、はい、あとはまあ順番予約があって、それ以外のまあ一般の時間予約があったり、はい、あとはまあ新幹枠もちょっとあったり、まあ、そんな感じでもいろいろある感じですね。なるほど。多分それも試行錯誤の上でたどり着いたところだと思うんですけれども、はい、ちなみに会員当初はどういう予約とか時間枠とか、はい、あとは順番待ちっていう感じもあるかなと思うんですけれども、うん、はい、それだとどういう感じでスタートしたところですかね。はいはい、私あの CPAP の診療をもうメインにやりたいと最初から思ってましたので、はい、CPAP の患者さんは基本的にもう1ヶ月に1回とか通院が必要なので、それらの患者さんに関しましては順番予約はやっぱり合わなくて、時間予約で決められた時間に来たいっていう多分患者さんのニーズがあると思ったので、まあ、時間予約を設けつつも、ただまあ一般的にその耳鼻科の予約スタイルってもう順番予約だと思いますので、その2つをもう両立して最初スタートしたっていう感じで、最初から一応順番予約と時間予約はあったんですよね。それがだんだんまあ時間予約が多分増えてったような感じなのかなとお見受けするんですけれども、はい、どんな感じでその枠がこう変遷してった感じなんですかね。患者さんの少ない時期っていうのは時間予約の方がやっぱり受けがいいので、はい、時間予約を設けてその合間を埋めるような感じで順番予約も当日駆け込みでっていう患者さんも、まあ、耳鼻科の場合多いですので、その枠も作って両方やってたんですけれども、はい、今もう2年目ですけれども、まあ、当院その CPAP と舌下免疫の、ね、はい、最新の患者さんが非常に多くて、なるほど、まあ、その方々っていうのは時間予約なんですよね、はい、なのでその方々がまあ非常に多くなってまして、どんどん順番予約を圧迫してしまってなるほど、順番予約がまあすごく取りにくくて、はいはい、それがまあ患者様の非常にクレームになったりとか、なんとかしないといけないっていうところになってる感じですよね。そうするとまあ、うん、ほぼ完全時間予約事実上そんな感じになりつつあるというところなんですかね。ほとんど本院に関してはもうほぼそれに近い状態で、はい、まあ、順番予約が微妙にあることで逆にクレームの対象になってしまって、はい、全然取れないじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。だから現状本院の方に関しては本当に時間予約だけでもいいのかもしれないですけど、今後その、まあ、部員の方枠を増やしていくとしたら、はいはいはい、普通はやっぱり枠がなかなか全部埋まることはないですので、はい、
そういう状態においてはやっぱ順番予約っていうのは必ず必要かと思いますので、やっぱり順番予約と時間予約の両立がいいかなと思ってます。じゃあまだ先生の中でもいろいろ工夫の余地ありで、これから進化していく途中みたいなところもあるということなんですね。そうです、予約システムに関しては本当にもういろいろできるといいますか、はい、やらないといけないといいますか、患者様のその細かいニーズに対応していくとしたら、はい、いくらでもできることがあって、はい、そこがスタッフが合わせてこちらがどれぐらいまで対応できるかっていう問題になってくるのかなと思うんですけど、はい、ちなみに当日枠っていうのも先生設けてらっしゃるんですよね。はい、部員の方はそういうシステムを持ってまして、はい、基本的にそうですね、順番予約は当日の朝開放する形にはなるんですけれども、はい、部員の方は当日作る時間予約っていうのもありますね。じゃあ一定の患者さんがその当日っていうニーズにも一応応えられるような枠はしっかり用意してあるということなんですね。そうですね、それは患者さんのもうニーズに応えて途中から作ったりしたんですけど。そうなんですね、はい、最初は当日枠というのはなかった時期もあったということなんですね。そうですね、部員の最初はなかったんですけれども、はい、流行っていくうちにその9時台の早い時間とかの時間予約がなかなか埋まらなかったりするときに、はい、当日駆け込みの患者さんをそこで対応すれば、はいはい、枠が埋められるかなっていうところからですかね。そうすると、もちろんそのどういう患者さんが来るかによって変わると思うんですけれども、ある程度の短い時間の中で患者さんをしっかりこう見ていくっていうところになると思うんですけれども、ちょっとその工夫のところをこれから聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、まず先生の中で1人当たり何分みたいなのっていうのはどう考えてらっしゃるんですか。例えば CPAP の患者さんとか、はい、舌下免疫の患者さんっていうのは本当にすぐに終わるんですよね。だからそういう患者さんに関しては5分に、3人まで入れないですけれども、5分に2人だったりとか、はいはい、10分に3人だったりとか、はい、そういう調整をして、はい、CPAP 舌下の枠っていうのはそれぐらいのスピードで出せます、はい、だから一般診療はもうちょっと余裕を持って、10分に何人っていうのはちょっとなかなか難しいんですけど、1時間あたり何人ぐらいとか、うんうん、そういう微調整はしながら、様子を見て増やしたり減らしたりっていうのも細々動かしてやってる感じですかね。なるほど、こう動かすのはいつの段階でこう動かしたり調整したりしてるんですか。最初の頃は僕がやってたんですけれども、今当院のスタッフの委員会っていう、グループがあるんですけど、はいはいはい、その教育委員会っていうグループが一応その予約枠の管理をしてるんですけれども、そのスタッフたちにも任せて混み具合とか、診療の進み具合とかで枠の調整も自由にしてくださいと、はい、伝えてますね。今ちょっとスタッフさんのお話があったと思うんですけれども、はい、スタッフさんって常時何人くらいが院内にいらっしゃる感じなんでしょうか。本院の場合だと、はい、医療事務看護師合わせて12、3人だと思います。ちょっと多いとは言われるんですけれども、はい、ちょっとそれぐらいいますかね。なるほど、はい、で役割としては受付の方がいて、はい、さっき院内ラウンドでいた受付の裏のバックヤードの方がいて、受付が2人ぐらいで、はい、受付裏が4人ぐらいで、なるほど、ドクターの診療補助の秘書係が2診の場合はそれぞれ1名、はい、でその2人の情報を、もらうもう1人の初期係がいて、はい、そこに3人いますよね、あとはその診察周りに1つのユニットにつき2人いて、ユニット周りは2診の場合5人ぐらいいるんですかね。おー、なるほど、それで大体それぐらいの人数かなと思うんですけど、はいはい、なるほど、処置室の周りとかにもいらっしゃるっていう感じなんですかね。はい、そこのあたりは看護師が結構カバーしてまして、ユニットの対応と検査とか採血とか、はい、そのあたりは2診の場合は5人ぐらいで回してるっていう感じですかね。なるほど、そのくらい人数いると結構機能的に回さないとなかなかうまく回らないかなと思うんですけれども、はい、そういう方の教育って先生どんな感じでやられてるんですかね。はい、一応教育係っていうのも持ち回りでやってまして、はい、そこはもう順番に回しているんですけれども、あとはその教育のマニュアルとかもありますので、はい、チェックリストをちゃんとこうクリアしていくとかやって、そこはもう当番で、みんなが教えられるようにやってますかね。はい、なるほど、ちなみに先生のところに新人スタッフが入りましたとなると、はい、どれくらいである程度できるようになるんですかね。それが結構時間かかりまして、本当にもう医療事務さんが卒業ってなるのは1年半ぐらいかかっちゃってますかね。なるほど、最初どこのエリアからするみたいなのっていうのもあるんですか。最初は受付裏と受付がほぼ一体なので、そこを研修して、終わった後に会計と秘書係をつなぐ、S1 って言ってるんですけれども、S1 のポジションに上がってきて、一番最後はドクターの横の S2 って言ってるんですけど、その初期係、
でその後に外勤の先生の書記係。なるほど、まあ、4段階ぐらいあるんです、ね、はい、ある感じなんですね。で、はい、4段階目に行くのに、まあ、大体1年半くらいっていう感じのスパンだっていう、うんうん、まあそうですね。今外勤の先生って先生おっしゃったんですけれども、はい、このたくさんの患者さんを先生院長なんで先生が回すっていうのは当然なんですけれども、院長以外がこう回す、しかも効率的に、しかも時間予約だとすると時間内にやらないとやっぱりクレームになっちゃいますんで、そこをなんかうまく回されてるんじゃないかなと思うんですけれども、ドクターがしっかりこう時間内に回していくための工夫っていうのは例えばどんなことをされてるんでしょうか。それでもやっぱり遅れてしまったりとか空き時間ができちゃったりとかってのは、ちょっとあるんですけれども、はい、まあ、工夫として先生の教育っていうのはやっぱりなかなか週に1回とかだと、まあ難しいことがあるんですけど、ね、はい、うん、まあ、それはできるだけ先生用のマニュアルを、はい、まあ、しっかり充実させて、はい、まあ、できるだけ読んできてくださいっていうのはお願いしています。なるほど、先生用のマニュアルっていうのもあるんですね。そうですね、外勤医師マニュアルっていうのがありまして、はい、かなり分厚くなっちゃってるんですけども、はい、できるだけ見てくださいっていうのをお伝えして、あとは先生の横につくスタッフがカルテの入力作業とか、はい、処方の入力とかをですね、大体パターンが決まってますので、はい、先生の、まあ、指示前にお薬をもう入れておくとかやって、まあ、先生にはこれで最終チェックだけしてくださいみたいな感じで、はい、極力スタッフが手を動かして、はい、まあ、先生のカルテ作業を減らすとかっていうのはちょっとやってますかね、はい、あとはまあ検査の説明をできるだけスタッフからもしていくとか。なるほど。でも先生マニュアルっておっしゃったんですけど、マニュアルには例えばどんなことが書いてあるんですか。まずは当院 その医療理念から始まって、はいはいはい、処置の取り方とか、例えば抗生剤の使い方とか、であとはまあ CPAP とか舌下免疫に関しては結構 Q&A をしっかり準備して、はい、質問がありそうな質問をちゃんと書類で準備しておいて、なかなか覚えるのも大変かもしれないんですけど、はい、そこを答えてもらうような感じですかね。なるほど。マニュアルあるのとないのとではやっぱり先生の体感としても違うなっていうところですかね。そうですね、マニュアルがあると、まあ、何度もこちらから言う必要がなくなると思いますので、はい、不明点があったらマニュアルの方を見てくださいっていうお伝えしたりとか、はい、あとは初回の勤務日の前に、はいはい、まあ、一応マニュアルをお送りして、うんうん、見てきてくださいとはお伝えしているので、それで少し違うと思いますけども、はい、やっぱり先生のところ効率化が割と緻密に、さっきのマニュアルのところもそうですけれども、はい、されてるなと思うんですけれども、はい、やっぱりスタッフさんの動きが結構秀逸に整えられてるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、やっぱり先生もそれはそう感じになってらっしゃいますか。あ、そうなんですよね。当院がこれだけうまくそのシステムが回せるっていうのは、はい、僕の力じゃなくてやっぱりそれを回してくれるスタッフがやっぱり優秀だっていうことがすごく大事だと思うんですよね、はい、だからこっちはお願いしたことを、まあ、何倍にもしてこう実行してくれるっていうスタッフがいるから、はい、今のシステムが回せてるんだと本当に思いますね。でも先生今採用難とか言われてる中で、はい、そんなにその優秀だというスタッフがまあバンバン来るわけでもないとは思うんですけれども、はい、それでも先生のところにいらっしゃるっていうのはなんでなんですかね。優秀なスタッフを取るために流れっていうのがあるんですけれども、はい、まずはまあホームページでスタッフの募集ページをですね、うん、しっかりこう充実させて、はい、魅力的な場所に見せるっていうことが大事だと思うんですよね、はい、ただそのホームページの募集サイトがですねやっぱり嘘とか現実離れしてるとスタッフがこうおかしいって言ったりとか、はいはいはい、入ってきてもすぐ辞めてしまうっていうのがあるので、そのホームページに書いてある本当のクリニックを、うんうんうん、まあ、スタッフが過ごしやすい水質のいい環境を作ってあげるっていうことが大事だと思うんですよね、はい、でそれを出すことによってたくさん募集が増えてくると思うんですよね、来た時に面接はちょっとある程度やっぱり厳しくして本当に優秀な人だけをもう取るようにしてます。じゃあ採用段階であまり妥協してないってことなんですね。そうですね、そこはもうめちゃめちゃ大事だと思ってまして、やっぱり僕もその採用の失敗っていうのはもう何度も経験してますけれども、うん、ここで医療理念とのベクトルとかがずれてたりとか、はいはい、やっぱ仕事ができない方が入ってきてしまうと、お互いやっぱり不幸になってしまうので、はい、採用はかなり厳しく見て、まあ、お互いしっかりやっていけるような方をちゃんと選んで採用してる感じはありますね。なるほど。ちなみに先生どこで見るというか短時間の中で優秀と見抜くってまあまあ至難の技だと思うんですけど、見てるポイントみたいなのってあるんですか。はい、あんまり僕も偉そうなこと言えないんですけれども、一つはホームページちゃんと見て当院の医療理念に共感してるって方が まずは一つですよね、はい、あと面接の時の
表情が結構緊張してて顔がこわばってたりとか緊張してるんですっていう人もいると思うんですけど、結構それがもう患者さんに対する顔なんですよね、患者さんと対応する時の。なるほど。だからそこでちょっとこう緊張してるっていうのはもうその顔がもう患者さんの前に出てしまいますので、面接の場でまあ冷静に事前に対応できるってことが、まあ笑顔がねちゃんと出せるっていうことが僕はすごく大事なポイントと見てます。もう一つあって、結構話し方とかがその方のまあインテリジェンスにだいぶ比例してると僕は思ってますので、話がこうちょっとこうつまずいちゃったりとか、スマートにちょっと話せない方に関しては、まあ、お仕事入ってもなかなかちょっと仕事ができなかったりする傾向がありますので、まあ、短い間で見るとしたら、まあ、その話し方とか表情とか、まあ、医療2年そのあたりを見てますよね。いやでも面接で先生緊張しないってことないと思うんで、まあ結構厳しいなっていう感じもしたんですけれども、でもそこが今の医院の経営のまあ本当に源泉になってるっていうことですもんね。そうですね。なるほど。まあそこを妥協しないっていうのもまあ必要というか、まあ私の中でも結構やっぱりうまくいってる先生はそこは絶対妥協しないという方が大半だなと思うので、先生がそれをまあ実践されてるということで、ちょっと私もですね安心したというか、やっぱりうまくいくところはやっぱりそういうところを大事にしてる共通点があるんだなっていう感じで、はい、お伺いいたしました。最後になんですけれども、本院と分院も出されて、今後どういうふうに経営を進めていかれるのかっていうところ、教えていただいてもよろしいですかね。そうですね。今おかげさまで、まあ、本院の方がですね、まあ、舌下免疫療法、まあ、CPAP 呼吸の、ね、患者さんが非常に来てくださってまして、分院の方がですね、まあ、一応3診あるんですけれども、まだ1診しか使ってない状態なので、今後はまあ分院の方の習慣の方、患者さんのニーズに応えていきたいなと思ってまして、まあ、もしかしたらその僕は分院の方に移って本院と分院をちょっと入れ替えるような形で、千葉いびき無呼吸クリニックっていうのをまあ今の分院の方に持ってきて、まあ僕がそこで診療して CPAP の患者さんのニーズを満たしていく、もしくは舌下免疫療法の患者さんも分院の方でまだ行っている患者さんも少ないですので、そのあたりでの患者さんのまあ対応していきたいなと思ってますね。はい、ありがとうございます。いろいろ多分これからも展開されていくと思いますので、まあ、もし次の展開があったらまたちょっと寄せていただいてですね、次の展開をまた新たにインタビューさせていただきたいなというふうに思います。先生今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっといろいろ見どころがたくさんあるので、まず私の方でその良さ、凄さみたいなのをまとめていこうと思います。まずはちょっと院内の動線設計のところからいこうと思うんですけれども、こんな感じで入り口があって、まあ受付に行きます。で待合に入ります。で待合に入った後は院内表示などで呼ばれまして、この中待合の方にこう待つという形ですね。そこからまた一診なのか二診なのかで見ていくような形、それぞれに医療クラークがついてまして、後ろにですねコントロールセンターのような人もいるということです。この方は何をするかというと、予約状況ですとか LINE の状況を見ながら、あとはですねこちらフードコートのようなベルで呼ぶ仕組みも持ってまして、ここにいらっしゃる方がそれをコントロールしながら呼んだりしているということなんですね。ちょっと受付の方に戻りますけど、受付をした後ですね、この BY って書いてあるバックヤードの方にその患者さんの情報が回っていく感じなんですね。よくあるのがですね、受付したらバーコードのようなものがプリンターから出てきて、患者さん用、それから院内のファイルと一緒に回す用みたいな感じで出るタイプもあるんですけれども、実はですねここ院内で回す用に出るペーパーがですね、ちょっとこちらの方にそのサンプルをですねご覧いただけるようにするんですけれども、まあ、患者さんの名前とかだけじゃなくて問診の内容とかも全て入ったものがクリアファイルと一緒に回るようになっているんですね。やっぱりデジタルも必要なんですけれども、そういったファイルがちゃんと診察室の方に回ることで非常勤の先生でもスピーディーに対応することができますし、もちろんクラークがいますから、クラークがしっかりこうカルテの方を準備したりしながら、患者動線もスタッフの動線も結構緻密に組み合わせてるなということが分かりました。先生のインタビューだと1日100何十人みたいな形で言っておられたんですけど、後で調べたら結構ですね200超えてるぐらい見られてるということで、逆にそれもすごいなと思うのが、あれ200も見てたのぐらいな感じの負担感だということはですね、たくさん患者さんが来てもしっかり回せる仕組みがあるということの裏返しなのかなというふうに思いました。それからですね、時間枠などの緻密さというのも結構見どころがあるなと思いました。基本的にですね10分で3人1人のドクターが見るということになっているようです。それをですね CPAP の方ですとか、ほとんど薬
りのメインの方ですとか、そういったところをうまくこう回しながらですね、予約の枠っていうのをこう作られてるんですけれども、先生もおっしゃってたように、その予約枠をですね日々調整しながらスタッフさんが考えてるというのも強みであるかなというふうに思います。一応ですね、時間予約だけではなくて順番待ちのいわば予約というのもやってるんですけれども、だいたい1日10から20の枠を設定しているようで、朝6時半にその日の時間枠をオープン、午後の部は昼の12時からオープンさせるということで、これもですね結構すぐ埋まってしまうようです。ですから今度の進化としてはですね、受けられないという患者さんをいかにこう作らないかというところが次のステップかなというふうに思いますので、そこがですねある程度クリアになったらまたですね取材に行きたいなというふうに思います。で、最後になんですけれども、スタッフさんがすごいっていうところですね。でインタビューの後に少し診察の風景もですね見学させていただいたんですけれども、ドクターに本当に負担をかけないようなスタッフさんの動き、スタッフさんもですね、まあ、僕がそう見えただけかもしれないんですけれども、めちゃくちゃ忙しそうにブンブン動き回ってるということではなく、やるべきことをしっかりとこうこなしながらですね、しっかりとこう歯車が一緒に回ってるような動きだなというふうにお見受けをしました。やはりそういったところ、マニュアルをしたり委員会をしたりですね、ベースになるところの教育もしているし、マニュアル化もしているし、いろんなところをですね細かくですね経営の中に反映させているというところも成功の要因ではないかなというふうに思います。ちょっと余談になるんですけれども、 CPAP の患者さんとかですね、睡眠時無呼吸の患者さんの割合がものすごく多いというお話で、先生にどうやって集めたんですかと聞いたらですね、まあもちろんインターネットのいろんな施策ですとかいろんなことを聞けたんですけれども、一番大きかったのは委員名を変えたというところでした。動画の中では奏の森耳鼻咽喉科さんということでお伝えしましたが、正式なクリニックさんの名称はですね、奏の森耳鼻咽喉科千葉いびき無呼吸クリニックさんなんですね。なので例えば千葉無呼吸、千葉いびき治療とかで検索をすることも想定しながら、あとは例えば看板などを見た時に、あ、ここなんだろう、いびきの治療やってくれるんだっていうのも分かるような感じで、名は体を表すというところに着目してですね、大胆にこう委員名を変えられたというのもですね、素晴らしい経営手腕なんじゃないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、ドクターキューブさんのご紹介でのクリニックのご案内ということなんですけれども、ドクターキューブさんも何千件もですね予約システム入られてて、それこそ1日何百人というクリニックから、もしかしたら数人単位かもしれないですけれども、しっかりこの予約というツールをですね活用されているクリニックさんまでたくさん実績があられるので、定期的にこんなクリニック紹介してみたいなところでですね、私もリクエストしていこうと思いますので、ぜひですねそういった経営の工夫事例を引き続きご覧になりたいなという方はですね、チャンネル登録としていただいて引き続き応援いただけると幸いです。それではまた次回。